その2年後、2度目のイタリア挑戦。マッチでも声かけられたりするんですか？いや、全くないです。ゼロに等しい。あ、そうなの。はい。まだ何もしてない日本人なので。出場機会を求め、ラティーナでプレーすることを選んだ石川。しかし、度重なる怪我で試合に出られない日々が続く。世界最高峰のリーグで戦い続けるために技術やメンタルはもちろん大切。しかしそれも強くて健康な体があってこそ。その事実を身をもって痛感した。マシンでなので実際に打ってくる球とは違うんですけど、だいぶ速いし重いのでまだ全然飛ばされちゃうなと思うので、まあどうしたら飛ばされないかなって考えてやってたんですけど、多分筋力足りないっす。石川祐希の本格的な体作りが始まった。無関心だった食生活でも。苦手だったトマトも克服し、基本すべて自炊に。熱っ、熱っ。ついてなかった。使い慣れてないのがバレた。アスリートとして徹底した食生活を心がけた。味とか美味しさとか楽しさっていうものはその次です。まずは何を取ってるか、何が取れたかとかが僕の中は一番大事、重要です。基本的には献立は同じにしてます。まあ、ご飯と、まあ、野菜のスープと、あとフルーツ、あとタンパク質に関しては肉だったり、今回は牛肉ですけど、豚肉だったり鶏肉だったり、魚、サーモンだったりマグロだったりっていうのは書いてますけど、基本的にはこのメニューをベースにして、常に食事はとってます。時間をかけずに効率よく栄養を補給できるようにしています。さらに部屋には事細かに決められたスケジュールが。時間無駄にしないじゃないですか、こういう風にやっとけば、はい、うん、決められた。あ、でここが大体時間通りに行かなかったら大体こっちで大体これは何分かかるなと思って、次の日の予定とか試合前の予定とか試合の日の予定とか立てるんで。一番時間を割くのはストレッチ。毎日およそ1時間かけて入念に。タイマー、絶対タイマー使うっすね。1分以上で1分以上はやりますね。これもオフの日も必ず。オフの日はもう大体やりますね、基本的には。でアウェイとかから帰ってきて遅かったりすると睡眠優先したりはしますけど、うん、で次の日の朝に超音波したりして夜はストレッチしてみたいな感じですね。さらに高校時代からの知り合いだという野口トレーナーを日本から呼び寄せ、定期的に体のメンテナンスを。もちろん治療もそうですけど、まあ、そういったコミュニケーションとかも。
他の、 あの外国人プレイヤーに比べて、あの自分の体を大事にする時間ですとか、あの自分の体と向き合う時間というのをしっかり確保しながら、まあ、体がいい状態に常に作って心を充実させていくっていう、そこのバランスが非常にあの長けているんじゃないかなというふうに、それはあの新しく自分で作ってきたものっていうので、こう常に積み重ねて、あの石川祐希っていう体を進化させてるなっていうのは感じますね。徹底した自己管理がもたらしたものは、さらなる進化を可能にする強い体だった。2014年、圧倒的なスキルの差を体感したのはエースヌガペトの存在だった。まあ、やっぱり一番最初に行ったモデナが一番印象的だったなっていうふうに思いますね。やっぱりガペ選手とかそういった選手たちの真似して技術を盗んだりとか、そういったことは常に日頃からやっていることなので、まあ、そういうものももちろん身についてはいますね。ルキールキーフォトー、世界屈指のテクニシャンヌガペトの真骨頂といえば、スパイクを打つと見せかけて味方にトスするフェイクセット。石川はこの技をイタリアで習得。これが石川の代名詞となっていく。2019年のワールドカップ、ここぞの大一番で見せた華麗すぎるフェイクセットに日本中が息を呑んだ。そしてもう一つ、世界の高い壁に何度も何度もぶち当たりながら培った唯一無二の武器がある。それこそが強弱をつけた豊富な攻撃パターンから繰り出される圧倒的な得点力。その進化について福澤さんはこう表現する。石川選手の中で持ってるオプションがやっぱり人より一個二個多いんだと思うんですよね。それをこう場面場面でこの時にどの選択を取ればいいのかっていう、そこの状況判断と間違いない選択っていうところが今の石川選手の安定感というか、本当に頼りになる、見ててあここで取ってくれる安心感っていうものに多分つながっていると思うので。新大義、石川の成長が象徴されたのが昨シーズンのセリエ A プレーオフ。相手は最強軍団ペルージャ。リーグ戦無敗の強敵にこのスパイク、さらに気迫を前面に出し味方を鼓舞、そして相手を翻弄する巧みな技術、イタリアで手にしてきたもの全てをこの一戦にぶつけた。セリエ A 史上最大のジャイアントキリングと呼ばれた快挙を成し遂げ、キャリアハイのベスト4。石川は18得点を挙げ、この試合の MVP に輝いた。まあ、正直審議体どれがって言われれば難しいところでありますけど、周りを考えてとか、周りをもっと鼓舞したりとか、周りを引っ張るっていった部分では、まあ、だいぶ成長したんじゃないかなというふうに思います。また一歩世界一のプレイヤーに近づいた石川が、今度は日本代表を快挙へと導く。5月31日、男子日本代表の記者会見。
今年最初の国際大会は世界のトップ16カ国が揃うネーションズリーグ。